さあ、日本グランプリの時間です。ここではこれまでに11回もドライバーズチャンピオンが誕生し、数々の名勝負が繰り広げられてきました。独特な8の字を描く鈴鹿のコース、全長は 5.8 キロ、18あるコーナーの内訳は左が8で右が10、平均速度は比較的高く、このままドライコンディションが続けば220キロ近くになるでしょう。お前にとってホームグランプリだ、落ち着いていけよ。スタートは良かったが、緊張を緩めるな。使用可能になった。前のマシンとの差が1秒以内で DRS ゾーンに入っている時に使える。エンジンの摩耗がそろそろ限界に来ている。あまり回転を上げないようにしてくれ。ターゲットプラス3だ。すぐミックス3にしてくれ。新しい戦略を MFD で確認してくれ。前のマシンとの差は 2.9 秒。ピットインしてくれ。後ろのマシンとの差は 3.1 秒。さあ行け。レーンを出たらレース再開だ。リリースしろ。燃料が余っている。ミックス3だ。ミックス3で行け。前にいるマシンとの差は 2.5 秒。前のマシンに追いついてきたな。だがこのタイヤで最後まで走ることを忘れるな。レース終了だ。パルクフェルメで会おう。また一つ歴史的勝利を挙げました。おめでとうメルセデス。ではポイントを確認しておきましょう。ポイントリーダーにとってチャンピオンシップのリードが減る苦しいレースとなりました。さて